こんにちはマッピーホトのエリナです。今日は Photoshop での写真編集現像の始め方についてシェアしていこうと思います。今まで Photoshop での使い方や何かを作る方法について動画をたくさんアップしていますが、今回は Photoshop での写真編集に関わるすべてのことを一歩にまとめてみました。 Photoshop での写真の取り込み方、現像、編集方法、保存、書き出しまで見ていくのでこれから Photoshop で写真編集をしてみたいという人はぜひ参考にしてやってみてくださいでこのチャンネルでは主に Photoshop や Lightroom について基本から学べる動画をアップしています Photoshop を基礎から学べる本の独学 Photoshop も出しているのでぜひそちらもチェックしてみてくださいでは Photoshop でやっていこうと思います じゃあ1つ目の編集したい写真を photoshop に取り込むをやっていきます。で、そもそも photoshop を使う人は Lightroom も使っている人が多いと思いますが、photoshop と lightroom で写真を編集する場合、使い分ける必要があります。1枚の写真を丁寧に細かくいらないものを消したり、あとは逆に何か加えたい。合成もしたい。という場合は photoshop を使っていきます。 そして逆に多くの写真をより素早く明るさ調整したり色調整したい場合はライトルームを使いますなのでこのようにフォトショップとライトルームを使い分けて写真編集・現像をしていくとかなり便利ですでもちろんライトルームで大量の写真を編集してからそのうちの一枚をフォトショップに移してそしてより細かく編集するということもできます で今回はフォトショップで写真編集をしていくので、まあ、1枚の写真をじっくり現像編集する目的で進めていきますではフォトショップを開いてまず写真を開いていきたいので左側にある「開く」をクリックしますそして編集したい写真を選んでいきますでこの時「r a w で撮った写真と JPEG の写真を入れる時だと少し進め方が違ってきますではまず「r a w の場合で見ていきます ローの場合 .cr2 だったり .nef という風うに表示されているのがローなのでそちらをクリックしてそして右下の開くをクリックしますそうするとローの写真の場合このようにカメラローが自動的に開きます でカメラローでは後で自分で細かい編集もすることができるのですがここではローの写真のデータを JPEG に変えていくためのカメラローという画面なのでローだからこそ大きく編集できる明るさだったり色温度を調整するのがいいかなと思います。なので、まあ、JPEG だと少し難しい白光などを調整したいという場合はここのカメラローのところで直してから進めるのがいいと思います。 じゃあ例えばこちらの空が少し白光りしているので右側のライトというところをクリックしてそして明るいところを少し暗くしていきたいので白レベルを左にスライドしていきますそうするとこのように空のところの白光りが少し抑えられたのがわかると思いますこんな感じでローだからこそできる明るさだったり色の調整などをまあ、ざっくりここでやっていきますでこのようにざっくり調整することができたら 右下の開くをクリックしますそうするとこのように Photoshop に移りますで注意したいのが先ほどのカメラローはローのデータを JPEG にしている状態なので先ほどのカメラローの画面には戻ることができないので注意してくださいではこんな感じでローの写真を Photoshop で開くことができますでは次に JPEG の場合で見ていきます JPEG の場合 Photoshop を開いて開くを クリックしてからこちらの .jpg という写真をクリックしてそして開くをクリックしますそうすると JPEG の場合はデータから JPEG に移す必要はないのでそのまま Photoshop の画面に来ますでこのようにして JPEG の写真は開くことができますあこの後進める編集方法は RAW の写真でも JPEG の画像でも同じなので今回は先ほど入れた RAW の写真で編集していこうと思います では2つ目のトリミングするをやっていきますで、写真の余白などがありすぎてそこのいらないところをトリミングしたいという場合は切り抜きツールを使ってトリミングしていきますではツールバーにある切り抜きツールをクリックしますでもしないという人は右下に三角マークがあるツールを長押しして探してみるかあとは点々点も長押しして探してみてくださいでは切り抜きツールをクリックします そして左上にある今比率になっているのですが下マークをクリックすると比率幅高さ解像度元の縦横比1対1などたくさんの比率が並んでいるのでこの中から一つ選んでいきますもし元の写真と同じ比率にしたいという場合は元の縦横比を選びますで右側にある切り抜いたピクセルを削除のチェックマークをつけてしまうとトリミングをしてエンターを押してしまうと トリミングした端の部分が削除されて戻すことはできなくななってしまいまいすなのでそうならないためにもこちらのチェックマークは外しておきますそして写真の上をクリックするとこのように構図のグリッド線が出てきます今3分割法になっているのですがキーボードの「O」を押すとこのようにグリッド線がコロコロ変わるので好きなものを選んでいきますそして大きさを変えるには 端をクリックしてドラッグするとこのようにトリミングすることができてあとは角度を調整するには端の方にカーソルを持ってくると丸い矢印が出てくるのでこのままクリックしてドラッグすると角度を変えることができますであとは場所を変えたいという場合はクリックしてドラッグするとこのように場所を動かすことができますで写真を少し小さくしてトリミングしたいという場合はコントロールを押しながらマイナスを押すと ズームアウトすることができるのでズームアウトした状態でこのようにトリミングすることもできますではこのようにして OK かなと思ったら Enter を押しますそうするとトリミングすることができましたでまた写真全体を大きく見たいという場合は Ctrl0 または Cmd0 を押すとこのように大きく写真を写すことができますではこのようにトリミングすることができました 3つ目ののいいいらないもをを消すをやっていきます写真の中のいいいらないものがある場合はここで消していきます、まあ、最初にカメラローで写真の明るさなどを変えてからいらないものを消してもいいのですが消してからまたカメラローに戻って編集するとそのいらないものを消したところの明るさや色味などが違って浮いて見えることもあります。 でこの写真の中で絶対いらないものがあるという場合はここで消しておくと後が楽になります。でフォトショップで消す方法はいくつかあるのですが今回は簡単に消せる削除ツールを使ってやっていきます。ではツールバーにある削除ツールをクリックします。そして少しブラシを大きくしていきたいので大括弧を押してブラシを大きくしていきます。そししててこちらの木のの木枝を消いいきたいのですが この木の枝の周りをクリックしてドラッグして囲んでいきます。そして最初の点に戻ってきて離します。そうすると中まで自動で塗ってくれて消すことができるようになります。はい、そうするとこのように木の枝を消すことができました。では、ビフォーアフターを見ていこうと思います。こちらがビフォーで、こちらがアフターです。ではこんな感じで、もう絶対にいらないもの、絶対に消したいものはここで消しておきます。 4つ目ののカメラローで写真の基本補正ををすするをやっていきますでここまで写真を編集する時の基本的なことをやってきましたがここからは写真全体の明るさを調整したい何か加えたいなど写真編集する中で自分のしたいいことを加えていきますでカメラローについてはこちらの動画でアップしていますが写真全体の明るさや色味を調整することができます。 で写真全体の基本的な明るさや色味を調整すると写真全体の基盤が出来上がるのでその後からこの後見るもっと何かを加えて華やかにしたりすることができますではカメラローで写真全体の明るさや色味を調整していくのですがカメラローに後から戻ってもやり直せるようにここでレイヤーをスマートオブジェクトにしていきます でスマートオブジェクトについてはこちらの動画でアップしているので気になる人はぜひそちらをチェックしてみてくださいではこちらのレイヤーをクリックして右クリックしますそしてその中にあるスマートオブジェクトに変換をクリックしますそうすると右下にスマートオブジェクトのマークが入るのでこれでスマートオブジェクトにすることができましたではこちらのレイヤーをクリックしているのを確認して上のフィルターからカメラローフィルターをクリックします そしてライトルームをやっている人なら見覚えがあると思いますが、ライトルームの編集とほとんど同じです。ではまず明るさを調整していきたいので、ライトというところをクリックして開きます。そしてまず少し暗めのところを明るくしていきたいので、シャドウのスライダーを右にスライドして元から暗めのところを少し明るくしていきます。 であとは全体をがっつり明るくしたいという場合は露光量のスライダーを右にスライドすると明るくすることができますそしてあとは明るめのところをより明るく暗めのところをより暗くしたいという場合はコントラストのスライダーを右にスライドするとコントラストが強くかかるのではっきりした写真にすることができますで逆にコントラストのスライダーを左に寄せていくとコントラストを弱くするのでこんな感じでふわっとした写真にすることができます そしてローの写真を入れるときにもやりましたが、明るめのところを少し暗くしたいという場合は、ハイライトのスライダーを左に下げたり、あとは白レベルのスライダーを左に下げると明るいところを暗くすることができます。そして黒レベルの場合は、暗いところをより暗くしたり明るくしたりすることができます。このように明るさのところを調整することができます。では一旦ライトありとなしを見ていくと、こちらがライトなし、そしてこちらがライトありです。 で次に下に行ってカラーをクリックして開きますこのカラーのところでは色温度だったり色かぶり補正あとはサイドなど調整することができます色温度は左にスライドすると青みを足すことができて右にスライドすると黄色みを加えることができますで色かぶり補正の場合は左にスライドするとグリーンそして右にスライドするとマゼンタを加えることができますで今回写真の中に緑が多くて 顔も若干緑っぽくなってしまっているので色かぶり補正のマゼンタ寄りに少しスライドしていきます。そうすすす。るるとと少し緑を抑えた写真にすることができますであとは色温度も少しブルー寄りにしていくと少しグリーンさを抑えることができます。 で、自然なサイドとサイドはこのように右にスライドするとサイドが強くカラフルな感じの写真にすることができて逆に左にスライドすると色を落ち着かせた感じにすることができますでは少しだけ自然なサイドのスライダーを上げていきますそうするとこのように調整することができましたでは一旦カラーのところのありとなしを見ていくとこちらがカラーなしそしてこちらがカラーありです 少しなのですが緑の感じを抑えることができましたでは次に下に行った効果をクリックして開きますここではテクスチャーを左にスライドするとほわっとさせたり右にスライドすると逆にくっきりさせたりすることができますあとは明瞭度も少し似ていて左にスライドするとほわっとして右にスライドすると結構くっきりさせることができますで霞の除去も左にスライドすると霞がかった写真にすることができて 右にスライドするとちょっとコントラストが強い写真にすることができます。あとは周辺光量補正では左にスライドすると写真の周りを暗くすることができて右にスライドすると逆に写真の周りを明るくすることができます。で粒子は右にスライドしていくとあまり見えないかもしれないので一旦ズームしていくとこのようにザラザラとした質感も加えることができます。 でちなみにスライダーを0に戻したいという時はスライダーをダブルクリックすると0に戻すことができますでは次に下のカーブをクリックしますカーブはトーンカーブのことで自分で細かく明るさを調整することができますでトーンカーブについてはこちらの動画でアップしているのでトーンカーブの詳しい使い方など知りたいという人はぜひそちらをチェックしてみてくださいではカーブを使って少し調整していこうと思います 色調補正の今一番左になっているのですが白い丸をクリックすると通常のトーンカーブとして使うことができますではまあ、詳しくはトーンカーブの動画を見てほしいのですが例えば暗めのところを少し明るくしたいという場合は横軸の少し暗めのところに点を打ちますそしてこちらの点を上に持ち上げて明るくしていきますそうすると暗めのところを明るくすることができます で逆に明るめのところを少し暗くしたいというときは、明るめのところに点を打って、今度は下に下げて暗くしていきます。このようにしてトーンカーブを使って、自分の好きな明るさに調整していきます。では今回はこれぐらいにしたいと思います。また一旦カーブありとなしを見ていくと、こちらがカーブなし、そしてこちらがカーブありです。 暗めのところを少し明るくして明るいところを少し抑えることができました。では次に下に行ったカラーミキサーをクリックして開きます。でここでは色の調整をすることができて上から色相、彩度、輝度というふうにあります。では例えば緑を少しイエローっぽくしたいという場合は色相のグリーンのスライダーを使っていきます。ではグリーンのスライダーを左にスライドしていこうと思います。 そうするとこのようにグリーンの真、まあ、緑色の葉っぱの部分はすべてイエローっぽくすることができます。こんな感じで自分でで好ききな色味に調整すすることができますで次のサイドではサイドのスライダーを右にスライドするとサイドが強くそして左にスライドすると弱くすることができます。そして下の輝度では色の明るさを調整することができます。 右にスライドすると明るくなって、左にスライドすると暗くすることができます。今回は少しだけ暗くしていこうと思います。ではこのようにして、まあ、緑だけなのですが、カラーミキサーで色を調整することができました。では一旦カラーミキサーありとなしを見ていくと、こちらがカラーミキサーなし、そしてこちらがカラーミキサーありです。 で次にカラーグレーディングでは写真の中の明るさに合わせて色を加えていくことができます例えば暗いところに色を入れたいという場合はシャドウの中の丸を好きな色のところに持っていきますそうするとこのように暗めのところに選んだ青を入れることができましたそして明るいところにはハイライトの丸をクリックしてドラッグするとこのように明るいところに色を入れることができます こんな感じでカメラローで読みを調整することができます。でこれで OK かなと思ったら OK をクリックします。そうするとこのようにカメラローフィルターでやった編集をすることができました。で先ほどスマートオブジェクトにしているのでレイヤーの下にスマートフィルターカメラローフィルターというふうに表示されてビフォーアフターを見たいという場合はこの目のマークをクリックするとビフォーそしてもう一度クリックするとアフターを見ることができます。 で、後からまたカメラローフィルターに戻ってやり直したいというときはカメラローフィルターをダブルクリックすると先ほどの画面に戻るのでそこでまた調整してそして OK をクリックすれば何度でも調整することができます。では5つ目の「加えたいものを加えて編集する」をやっていきます。 ではここから自分の想像する写真になるように加えたいものを加えたりして写真の中にまあ部分的にトッピングするような感覚で編集していきます。でこのトッピングという部分の想像は人それぞれでフォトショップでもできることがたくさんあるのでまあよく使われるものなど見ていこうと思います。では例えば写真の一部だけを明るくしたい場合を見ていきます。では今回は被写体を明るくしていこうと思います。 ではまず明るくしていきたいので、こちらの写真のレイヤーの上にトーンカーブを加えていきます。ではトーンカーブがある塗りつぶし調整レイヤーをクリックして、その中にあるトーンカーブをクリックします。そしてトーンカーブのカーブのところでクリックして上に持ち上げていきます。そうするとこのように写真全体が明るくなってしまうので、被写体だけを明るくするように調整していこうと思います。 でこのように部分的に調整、まあ、トッピングできるのがこのレイヤーパネルでやるメリットでもありますではプロパティを閉じるために右マークをクリックしますそして先ほど加えたトーンカーブというレイヤーが加わったのですがその中にこの白いレイヤーマスクというのが加わりますこれを使って部分的に被写体だけを明るくしていこうと思います でレイヤーマスクについてはこちらの動画でアップしているのでレイヤーマスクについて詳しく知りたいという人はぜひそちらをチェックしてみてください。でこのレイヤーマスクは白だとトーンカーブが反映するところそして黒にすると反映しなくなるところというふうにすることができます。で今レイヤーマスクが白なのでトーンカーブが全体的にがっつりかかっているというふうになります。 で、一旦このトーンカーブの反映をなくしていきたいので、このレイヤーマスクを黒くしてなくしていこうと思います。ではレイヤーマスクをクリックして、反転するためにコントロール i または Cmd-I を押します。そうするとレイヤーマスクが反転して黒色になります。そして写真を見ると、全体のトーンカーブの反映がなくなったのがわかると思います。でここから被写体だけにトーンカーブをかけていきたいので、このレイヤーマスクをクリックして、 そしてツールバーにあるブラシツールをクリックします。そして色は被写体のところだけを塗ってトーンカーブを反映させていきたいので色は白を選んでいきます。そして OK をクリックします。そして上の下マークをクリックしてブラシを選んでいきます。今回はふわっと塗っていきたいのでソフトウェインブラシをクリックします。 そして上の直径というところで大きさを変えることもできるし、あとはショートカットキーの大カッを押すとこのように大きくすることができます。そして流量を下げて塗っていくと少しずつ塗ることができるので、流量を下げて、そして被写体をクリックしてドラッグして塗っていきます。そうするとこのように塗ったところだけを明るくすることができます。 で、トーンカーブのレイヤーマスクを見ても塗ったところだけがこのように白く表示されて周りは黒というふうに、まあ、トーンカーブをかけるところかけないところというふうに表示することができますではこのようにして部分的に明るくすることができましたでは一旦ビフォーアフターを見ていこうと思いますこちらがビフォーでこちらがアフターです で少しトーンカーブがかかりすぎてしまったという場合は左側のトーンカーブのアイコンをダブルクリックするとまたトーンカーブに戻ることができるのでこれでまたクリックしてドラッグして少し明るさを調整してそして閉じるとこのように何度でもやり直すことができますであとは写真の中の色も変えることができますでこちらも別の動画で詳しくアップしていますが簡単に今回はやっていこうと思います ではまた塗りつぶし調整レイヤーをクリックしてその中にある色相彩度をクリックしますそして今回はこちらのお花の色を変えていこうと思いますではまずフォトショップにどこの色を変えたいのか伝える必要があるのでこの指のマークをクリックしますそして写真のどこの色を変えたいか決めるために変えたい色のところをクリックしますそうすると下にスライダーが加わったのがわかると思いますそして、 上の色相でこのようにスライドさせるとこんな感じで色を調整することができます今回は少し紫っぽくしていきたいのでこれぐらいにしてあとはサイドのスライダーも強くしたり弱くしたりすることができますそして明度では明るさを調整することができますでこれぐらいで OK かなと思ったらプロパティを閉じますそうすると写真の部分的なところの色を変えることができましたで色相彩度ありととなしを見ていくと こちらが色相彩度なし、そしてこちらが色相彩度ありです。こんな感じで部分的に色を変えることもできます。あとはキラキラを加えたいという場合は他の写真を入れた構成になるのですが、編集することができます。では、まずキラキラの写真を取り込んでいきたいので、キラキラの写真が入っているフォルダを開きます。そしてこちらのキラキラの写真を入れていきたいので、クリックしてドラッグして photoshop に持ってきて離します。 そして角度を変えたい場合はまた端をクリックしてドラッグして角度を変えたりあと大きさを調整したい場合は横の四角のところをクリックしてドラッグするとこんな感じで大きくすることもできます。そして OK かなと思ったら Enter を押します。そうすると一番上のレイヤーに先ほど入れたキラキラの写真を取り込むことができました。 でこのままだと下の編集した写真が見えないのでこちらの写真のレイヤーの描画モードをスクリーンに変えて黒いところが透過して見えなくなって白いところだけが見えるようにしていきますで。描画モードのスクリーンについてはこちらの動画でアップしているので詳しく知りたいという人はぜひそちらをチェックしてみてください。ではこちらのレイヤーをクリックしているのを確認して描画モードの下マークをクリックします。 そしてその中にあるスクリーンをクリックします。そうするとこのようにキラキラの白いところだけが見えるようになって黒い背景のところは見えなくなります。で後から場所を変えたい大きさを変えたいという場合はまたこちらのキラキラの写真のレイヤーをクリックしてコントロール T またはコマンド T を押します。そして大ききさなど変えたり、あとは場所を調整ししていきます。そ Enter を押します。 そうするとこんな感じでキラキラを加えることもできます。ではこちらもビフォーアフターを見ていくと、こちらがビフォーで、こちらがアフターです。で、あとは先ほどもいらない木の部分を消したのですが、後からやっぱりこの電線も消したいという場合は、後からでももちろん調整することはできます。ではレイヤーを1枚加えていきたいので、右下のプラスマークをクリックしてレイヤーを1枚加えていきます。そしてまた削除ツールを使って消していきたいので、 ツツーーールルバーにある削除ツールをククリックしますでこの時に上の全レイヤーを対象にチェックマークを入れているとこの加えたレイヤーに結果を反映してくれるので全レイヤーを対象にチェックマークを入れておきます。そしてこの消したい電線をクリックしてドラッグして塗っていきまますすすすそそしして離しますそううるととここのように消すことができます。 で、電線のように何本もある場合は上の各ストローク後に削除のチェックマークを外すとこのように塗ってマウスを離してもすぐ消えるわけではなく全部いっぺんに塗ってから消すことができるので、まあ、このチェックマークを外してそしていらないものを塗ってそして全て塗ることができたら丸をクリックするといっぺんに消すす。こともできますはい、そうするとこのように後からでも消すことができました。 では一旦ビフォーアフターを見ていくとこちらがビフォーでこちらがアフターですきれいに消すことができましたではこのようにして、まあ、写真にトッピングするような感覚で編集をしていきますでは全体のビフォーアフターを見ていこうと思いますこちらがビフォーでこちらがアフターですまあざっくりなのですがこのようにして写真編集をすることができましたでは6つ目の保存書き出しをするをやっていきます で、このように写真編集をして写真が出来上がったら、保存と書き出しをしていきますで。保存と書き出しについてはこちらの動画でアップしているので、詳しく知りたいという人はぜひそちらもチェックしてみてください。で、保存の場合は、このように作ったレイヤーすべてを保存して、後からやり直したりすることができるようになります。まあ、ですが、保存した場合、Photoshop がないと開いて見ることはできないので、そこは注意してください。では、保存をしていきます。 では左上のファイルから保存をクリックしますそして保存したいフォルダを選んでそして下のファイル名をクリックしてファイル名を入れていきますそしてファイルの種類は Photoshop を選んでいきますそして保存をクリックしますそうするとレイヤーすべてを保存することができましたでちなみに保存したフォルダを見てみると編集写真 .psd という風うに表示されるので もう一度編集し直したいという時はこちらの編集写真 .psd をダブルクリックするとフォトショップでまた編集するこちらの画面に戻ることができます次に見る書き出しはメールや LINE で送ったり SNS に投稿するように写真自体を書き出すことができるものですなのでまあフォトショップを持っていない人も写真を見ることができるという感じですでは書き出しも左上のファイルから書き出し そしてその中にある書き出し形式をクリックします。そして形式が写真の場合は JPEG を選んでいきますで。画質は左にスライドすればするほど画像のサイズは小さくなるのですが画像が少し劣化する場合もありますで。逆に右にスライドすればするほどファイルのサイズは大きくなるのですが画像の劣化は防ぐことができます。まあ、今回は6ぐらいにしていこうと思います。 で画像のサイズは、まあ、トリミングしたサイズになるので、幅4,113ピクセル、そして高さ6,168ピクセルになります。そしてこれで OK かなと思ったら、右下の書き出しをクリックします。そして書き出したいフォルダを選んで、そしてファイル名を付けていきます。そして保存をクリックします。そうするとこの写真自体を書き出すことができました。では書き出したものを見ていこうと思います。 では、こちらの先ほど書き出した編集写真 jpg をダブルクリックするとこのように表示されて、まあ、編集した写真を書き出すことができました。まあ、このようにして、写真を保存書き出しすることができます。はい、今回は photoshop での写真、現像写真、編集の始め方について見てきました。 まあ、ライトルームで写真編集をする人も多いと思いますが1枚をこだわって編集したいという場合はぜひ Photoshop を使って編集してみてくださいでこれから Photoshop を始めたいという人は Photoshop の基本の動画もアップしていて再生リストにまとめているので1から Photoshop を勉強したいという人はぜひそちらをチェックしてみてください Photoshop での写真現像、写真編集の仕方わかったよーという人はいいねとチャンネル登録をお願いします 見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。